どうなの？はい。どうしたの？土門さんとかじゃなかったの？彼女よ、いつ頃帰った？まだ帰ってこねえんだよ。どっか寄り道するって言ってなかったか？ああ、別に。でもおかしいな。そんなはずないよ。お兄ちゃんのご飯作っておくんだって、あんなにそいそと。よ、兄貴、どうしたの？信代さんがまだ帰ってないんだって。ここ早回ってすぐ帰ったよね。うん。ねえお兄ちゃん、おかしいよ。なんか事故あったのかもしれないさ。警察行って聞いてみた方が。バカ、警察は関係ねえんだよ。でもさ、ロちゃん大丈夫だって。どっかで友達かなんかと会ってさ、でそこんち行って話し込んでるかもしんないしよ。よし、わかった。他当たってみるわ。おい、鉄道。ん？お前、陽子送ってくのいいけどよ、俺のいないとこで変なことすんなよ。分かった。お、これは雨宮か？知ってるんですか、あの男。ああ、昔はな、浜のチンピラだったんだ。仲間内じゃな、結構兄風吹かした男だ。へえ。いや、喧嘩がめっぽうという男でな。俺も何度かしょっぴいたことあるんだが、いや、もっともだ、もう6、7年も前の話だが、俺が南金沢署にいた時分だ。そうでしたか。ああ。しかし、何だってそんな奴がここへ。いや、今はな、立ち直って真面目に働いてるとは聞いたけど、ちょっと頼む。はい。横ちゃん出てきたんだよ。お前もう一度地道に生きてみよう。いい加減してくれよ、丸さん。俺によってこんな時に。いやいや、それはない。ともかく俺は警察に協力する気はない。俺を丸め込めないで。兄貴、横浜港の埠頭の敷地内で若い女性の死体が発見されました。警察が調べたところ、持ち物などからこの女性。会長がお見えになりました。ああ、どうも会長。お忙しいところをご足労かけまして。お待たせしました。心配してるのに。おい、タオル。
茶入れてくれ。どうぞ。勝手に飲みなさいお茶ぐらい。私お兄ちゃんのお嫁さんじゃないもん。どこ行くのね。そう、ええ、わかったわ。うん、私がそっち行きます。はい。夢みたいだな。ん？何が？だってさ、私みたいな女が初対面だなんて言ってんの。似た者同士ってなんだろ。バレ鍋に閉じ蓋。まあな、そういうこと。私たち一緒になった陽子ちゃん寂しがるだろうね。私にとっても高橋さんはたった一人の人だけど、陽子ちゃんにとってもたった一人のお兄ちゃんだもんね。あいつ何かあったの？ううん、だったら気にすんなよ。俺とあいつは何があったって兄貴と妹なんだ。知ってるつもりだった。丸ごと俺の女だと思っていた。しかし俺には信枝のことなんか本当は何一つ分かっちゃいなかった。死ねえ、済ませる気かよ。おい、こら、ちょっと待てよ、こら。なんだこんだよ。おい、なんとか言うよ。こら、ほら、立て。くれ。さあ、ほら、さっきの元気よ。かんだよ。聞こえないの？乗せてどうするんです？甘く切
っていた。甘く切なく、そして危険な顔。それが一体何を意味するのか、その世の俺には分からなかった。